7月15日、16日の2日間、松阪祇園祭りが開かれ、威勢のいい調査への掛け声が中心市街地に響き渡りました。松阪祇園祭りは、初馬大祭、氏郷祭りと並ぶ松阪三大祭りの一つで、御頭天皇を祭る京都八坂神社の祭りが松阪に波及したものと言われています。15日の宵宮には、松阪神社、御厨神社、八雲神社から大小4つの神輿が繰り出しました。法被に鉢巻き姿の担ぎ手が、調査や調査やと威勢のいい掛け声を上げていました。また、市内の小中学生およそ300人も、4つの小若神輿を担いで祭りを盛り上げました。松阪祇園祭には2日間でおよそ13万人が訪れたということです。